それでは、ミルクの方から餌あげたいと思います。ご覧になれますかね、こちらの小さなバケツの中、今から与える餌の量です。魚ですとか、リンゴですとか、茹でたさつまいもなんかもあります。クマは雑食ですから、肉や魚ばかりではなくこういった、野菜等もあげております。それでは始めたいと思います。ミルク、まあ、小さな魚ですので、一口で食べれるので、ちぎって食べたりとかはしませんね。もぐもぐっと 2,3 回噛んだらすぐに飲み込んじゃいます。大きな、魚ですと、前足を使って、押さえて引きちぎって食べますけども、小さなものはもう一口で食べちゃいます。こちら、茹でたさつまいもです。小川水族館で、与えていただいてた、餌の中に、好物のトマトが、含まれておりましたので、こちらでも引き続き、トマトを与えております。結構動物、食べ物の好き嫌い好みなんかは生まれ育った、土地の、食生活で結構影響を受けますね。小さいうちに、いろんなものを与えてるといろんなものを食べますけども、あまり種類を与えないで育ちますと、大きくなっても、まあ、他の個体が食べても食べないものが出てきたりとかいろいろありますけども、このミルクはいろいろ小川水族館で与えられてたようで、ここへ来ても それほど、好き嫌いなく何でも食べてくれますので助かります。こちらは人参の茹でたものですね。